モンクスウェル男爵は、イギリスの男爵、貴族、連合王国貴族爵位。放送会出身の自由党政治家さ、ロバート・コリアーが1885年に上位されたことに始まる。なお、コリアー家に男爵以外の保有爵位はない。初代男爵、ロバート・コリアーがか、ジョン・コリアーは、初代男爵のヤンガーソンにあたる人物。その祖、ロバート・コリアーは、 民事高等裁判所主席判事や法務長官を務めた放送家である。彼は1885年7月1日に連合王国貴族としてデボン州モンクスウェルのモンクスウェル男爵に助せられた。その息子である2代男爵ロバートも父同様に自由党の政治家として活動してビクトリア女王付自重や戦争省担当時間を歴任した。 三代男爵ロバートは就職後に議員として貴族院に列した後、議会法案審議時には大ハードに加わって法案阻止に動いた。彼には子がなかったため、爵位は老いのウィリアムが継承した。四代男爵ウィリアムは就職直後の1964年4月7日に、1963年貴族法に基づいて爵位一大放棄を行った。 その孫にあたるジェームズは2020年に六大男爵の地位を継承して、彼が男爵家元当主である。一族に関連する人物に、ラファエルゼンパの肖像画家、ジョン・コリアーが挙げられ、彼は初代男爵の次男にあたる。また、そのコローレンスは中ノルウェー大使を務めた外交官である。石位に係るモットーは、貫き通せ。保守員議員112人は、 庶民院の優越を認める議会法案に反対してグループ大ハードを形成反発した。しかしアスキス率いる自由党政府は新規属層課の意思を明示するなどして強硬姿勢を崩さず法案は1911年議会法として成立するに至った。ありがとうございます。